松江市立図書館は、島根県松江市にある公共図書館である。松江市が管理運営する図書館には、中央図書館、島根図書館、東出雲図書館、移動図書館がある。全館の蔵書数は463,092冊で、年間貸し出し数は629,874冊である。松江市立中央図書館は、 島根県松江市西津田六丁目5番44号の松江市総合文化センタープラバホールとの複合施設にある本館である。2018年度の蔵書数は38万1469冊、年間貸し出し数は49万7607冊。主な蔵書としては、一般書30万9454冊、児童書7万2015冊、 雑誌を18,637冊、AV ソフトを1,092本所蔵している。1986年6月に松江市総合文化センター内に開館した。小泉役も資料室、学習室がある。2008年に松江市立島根図書館を開館を機に松江市立中央図書館に名称を変更した。松江市立島根図書館は、 島根県松江市島根町課が1414 14番地にある松江市立図書館の一つである。2018年度の蔵書数は23,006冊、年間貸し出し数は18,462冊。主な蔵書としては、一般書14,543冊、児童書8,463冊、雑誌を1,131冊。 AV ソフトを181本所蔵している。旧八塚郡島根町地区には図書館がなかったため、2008年6月1日に、同市内で初めての地域図書館の誕生となる。島根公民館と併設している。東出も図書館は、島根県松江市東泉町いや1139-2にある松江市立図書館の一つである。2018年度の増書数は、 28,160冊、年間貸し出し数は53,607冊。主な蔵書としては、一般書、14,532冊、自動書、13,628冊、雑誌を849冊、AV ソフトを45本所蔵している。移動図書館として、ブックモービル号が運行、蔵書数は16,242冊。ありがとうございます。